さあ続いてはですねふるさとキッチンのコーナー行きましょう、はい、引き続き浜とのみさんとお届けしていきます、はい、夕飯のおかずやお弁当の一品にぴったりのメニューをご紹介していきますということで浜さん今日のメニュー何でしょう、はいはい、今日は簡単なめたけシューマイを作ります。なめたけのシューマイ、そうなんですよ、まあ、なめたけが具になりまた味付けになっていますのでおーおーおーとっても簡単ですし、はい、まあ、あと電子レンジで加熱してしまうんですね。じゃあ火を使わないんですか。そういうことなんですよ。だからこれから暑くなってくるとちょうどいい感じですよね。これは簡単ですね。そうですね、はい、またアレンジメニューもあるんですよね。そうなんです、アレンジメニューは、はい、そうなんです。こんな具合にですね、うん、ちょっと皮を変えるだけでアレンジメニューになっちゃうんですよ。アレンジメニューまで、はいはい、ということでなめたけのシューマイです。それでは詳しい作り方見ていきましょう、はい、こちらです。さあ今回もですね浜好美さんの自宅にありますクッキングスタジオから作り方をお届けしていきます。今日は簡単なめたけシューマイの作り方です。使うのはこちら。はい、そうですね、今回のメイン食材はなめたけです。なめたけ、はい、そしてシューマイになると、そういうことなんですよね、はい。さあどんな風に作っていくのか、はい、まず豚のひき肉の中にこうなめたけを入れますね、うん、はい、でどんどんあの材料を入れていくわけなんですが、はい、まあ、今回はたけのこ、あのちょうどねあの旬ですので、旬ですよね、はい、たけのこを入れまして、はい、そしてあとコーンですね。コーンも入れるんですね。そうです、ここら辺お子様も喜んでもらえるかなということですね。そしてあのなめたけが入るので、うん、こうつなぎの働きもするんですよ。ああ、そうですか。だから片栗粉は大さじ1くらい入れておけばもう十分なんですね。そう、たくさん入れなくてもいいんですね。いいんですね、はい、具材これだけですか。これだけです。これでもう混ぜるだけでいいんですよ。味付け簡単ですね簡単ですね。これでも味しっかりつくってことなんですね。そうなんですよ。あとねお醤油とかつけなくても全然美味しくいただけると思います。簡単、はい、はい、さあこれで包むのがちょっと皆さんね厄介って思うかもしれないんですが、餃子とかシューマイ包むの大変なんですよ。そうなんですよね、まあ、このように皮の上に乗せてちょっと手の間に親指と人差し指の間に入れて、はい、まあ、皮は全部お肉にくっつけるように、そう、あのひらひらにしないでくっつけるようにしてやるということですね。さあもう一回やってみましょうもう一回やってみましょうね、はい、はい、そして、このように乗せたら、はい、まあ、このようにして皮で包む、はい、指でくるんでくるんですね。そうですね、はいはい、でこの指の間に入れて、うん、上の皮もあの全部お肉にくっつけてということで、まあ、とにかくですねこういう形になればいいので、うん、どうやって作っていただいてもどうやって包んでいただいてもいいので最終的にこの形になればいい、この形になればいい、包めればいいということです。そうです、そうです、はい、それを目指してやっていただきたいと思いますね、はい、これで加熱していく、はい、これキャベツも敷いてるんですね。そうなん、そこいいポイントなんですよ松山さん、はい、このキャベツがものすごく美味しいし、はい、あとこうくっつかないんですよね。なるほど。で、あのこのように、あ、完成なんですねこれで完成しちゃいましたね。説明してるうちにもう出来上がっちゃいましたけれどもそうなんですね、はい、あのこれは電子レンジで、はい、5、6分加熱しまして、あの完成ということなんですね。本当にあっという間でしたね、はい、そうでしたね。びっくりするほど早かったですけども、喋るのが間に合わないぐらいでしたね、はい、さあそれではこちらにですね、はい、そのなめたけシューマイ、はい、そうなんです、ありますんで、はい、私もいただきます。どうぞ、はい、じゃまずシューマイいただきます。あ、一口でパクリといきましたね、うん、はい、うん、おいしい。あと味結構しっかりしてますね。ですよね、うん、だからお醤油いらないですよね、うん、いらないいらない、うん、お肉のこの味もしっかりね、はい、肉汁も出てくるし、あとこのなめたけのこのね味付けもしっかりと効いてるから、うん、本当に味付けあれだけなんだってぐらいのね口の中の存在感ありますよ。そうですね、うん、はい、あと歯応えも合いますか。たけのこのこのシャキシャキ感、うん、あとコーンのこのちょっとシャキッと残ってる感じも、食感の違いも楽しめて美味しいですね。なるほど、良かったです、うん、はい、あとこれ、キャベツ、うん、キャベツね、下に敷いてるキャベツがぜひ美味しいこれキャベツまでこの味がちゃんとこう伝わるじゃないですか、はいはいはい、だからキャベツ合わせて食べられるからお野菜も一緒に取れていいですね。いいですよね、うん、そうなん、私なんかちょっとねもうキャベツ食べたいがために作るってところもあるんですよシューマイじゃなくて、そうなるほど、はい、うん、でも本当にこの味がしっかりとねこのお肉にも伝わってるしキャベツにも伝わってるし、はい、美味しいですね、はい、はい、ありがとうございます。ただこのシューマイだけじゃなくて、はい、これアレンジメニューもあるんですよね。本当ちょっとしたことなんで
ですが、うん、アレンジメニューになるんですよ。はい、こちらです。はい、まずこれは何かなと思うんですけど、色紙じゃないですよね。はい、違うんですよ。これあのシューマイの皮なんですけれども、これをまあこのように5、6ミリくらいですかね、普通にあの重ね合わせて切っちゃいます。包めないですよね、じゃあ。そうです、包めないです。はい、包めないですよね。あの包めないのがいいですね。はい、あ、切ってこのように、はい、このようにバラバラにしましたら、はいはいはい、先ほどと全くこれ同じものです、うん、全く同じこの肉だねをこの上に乗せまして、はい、さあ今度はまとわりつかせるということですね。軽くこうしてこうもう折っちゃったのはしょうがないということで、はいはいはい、まとわりつかせる。これ包むの苦手な方はいいかもしれませんね。いいですよね。はい、あのどっちでも同じことなのであの、うん、お好きな方をやっていただければいいと思います。はい、これはそのまままた加熱の仕方は一緒？全く一緒なんですよ。これでレンジ加熱してということで、このようにちょっとごちそうっぽくなりませんか？確かに見た目もちょっとこう変わってて、和菓子のような感じも ね見受けられますね。はい、そうですか。こういったアレンジメニューもあるということです。はい、そうなんです。手元にね、はい、そのあるんですよ、千切りしたのも。そうなんですよね、わかるかな。はい、はい、確かに包んでなくてね、皮がほらちょっと細切れになってますね。そう、はい、じゃあいただきます。はい、上にからしも乗ってる。味は違うかな。あ、ちょっとね、食感は変わってきますね。あ、うん、なんか皮それぞれのこの食感をしっかりと感じることができるようになってます。そうなんです。うん、それすごくいいコメントでしたね。いや、ちょっとあの比べたことがなかったので、うん、あ、そうか、皮で食感が違うんですね。皮、うん、皮自体のその存在感も感じられますね。なるほどね、ありがとうございます。うん、でも簡単でいいですよね。うん、ですよね。これは食卓以外にどういったところでいいですか？はい、これはもちろんお弁当ですよね。うんうんうん、とかあの、まあ、たくさん作りまして、あのこれどちらかのお家にお土産に持っていくとか、そういうのもいいですし、うん、あとやっぱり人が来た時に簡単にできちゃうので、うん、パッて作るのもいいですよね。うん、そうですよ、確かにたくさん作れるし、うん、あと家族だったら一緒に作るのもいいかもしれませんね。そうなんですよ。あの、うん、お子さんも包めなくても絡めることはできると思うので、うん、そうです、まとわせることはできるので、ね、そうです、まとわせることはできる。そうですね。なのでぜひそれお手伝いをしていただけたらいいかなと思いますね。はい、本当にこうね、はい、簡単なんだけど満足感ありました。ありがとうございます。はい、そしてまた作り方はですね、はい、ホームページでも公開をしています。また YouTube でもね配信していますので、こちらも皆さんぜひね参考にしてみてください。いやー、シューマイ美味しかったです。はい、ありがとうございます。はい、ここまで浜さんとお届けしました。はい、ふるさとキッチンのコーナーでした。